どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日ね、税金の支払いで ANA マイルを貯める、JAL マイルを貯めるね、動画を、出させていただいたんですけども、タイトル欄とね、概要欄にまあ記載させていただいたんですけども、自動車税、軽自動車に関して JAL マイルを貯める場合なんですけども、あの 2% のね方法がありますっていう風にね書かせていただいたんですけども、まああのセゾンアメックスプラチナビジネスでね、支払ったとしても 1.125% 基本還元率もらえて、まあ最大はね 1.375% のね還元が受けることができるんですけども、ちょっとね複雑なんですけども、利用の方法をね組めば自動車税と軽自動車税に関してはですね 2% の還元がね受ける方法があります。ですので本日はですね、こちらを、解説ねやっていきたいと思います。この方法はコンビニエンスストアのミニストップで電子マネー1を使って、JAL マイルを貯める方法っていう風になります。でこのね2019年11月17日にですね、このミニストップでの和音での就航代行サービス、この税金とかのね支払いまあできたんですけども、昨年の11月17日でね一旦終了したんですよね。ですけどもなぜかね2020年5月4日からね一部が復活したんですよね。まあこれなんで終了したサービスがね復活したのかはねちょっとわからないんですけども、まあ復活したっていうことでね。でこちらはワオン電子マネーでね支払う方法っていう風になりますんで、あの先日動画でね例にさせていただいた東京都の税金の場合手数料がねかかりましたよね。1万円で支払う場合、まあ、決算手数料として73円が、まあ、かかるんですけども、まあ、こちらの場合は、ワンということで電子マネーなので手数料かかんないですよね。ですので、まあ、この点もねかなりいいっていう風になります。まあクレジットカードでね支払う、まあ、税金を支払うわけじゃないですか。まあ、なのにね、手数料がかかるっていうのはちょっとね意味わかんない部分ではあるんですけども、まあ、この電子マネーに関しては手数料がかからないっていう風になってるんですよね。今回のこの方法で注意点がまずね先に2つあります。まず初めにですね、ミニストップで、ワオンで、支払う軽自動車税、軽自動車税を支払うんですけども、こちら対象はね一部の納付書に限られるということで、まあ、こちらね公式サイトに出ている、この番号なんですけども、払い込み表のね、番号がね、まあ、こちらだったらっていう風になりますんで、ご自身のね、納付書見ていただいて、まあ、利用できるかできないかねちょっとチェックしてみてくださいね。全部が全部ねできるようにはなっておりません。で次にですね、このねワオンで支払える、上限っていうのは5万円までっていう風になっておりますんで、まあ、大きい車とかね乗られてる方は税金5万円以上ねかかってくると思いますんで、5万円まではね利用できるんですけども、5万円を超える場合はね現金で支払う必要があります。この今回のこのミニストップでワオンで支払う方法なんですけども、この方法でね必要なものっていうのが2つあります。まず、JAL のクレジットカード、ショッピングマイルプレミアム加入のクレジットカードですね、プラス、JAL マイレージバンクのワオンカード、この2枚がね、必要というふうになります。でこのね JAL カードではショッピングマイルプレミアムっていうねものに、加入してないといけません。ちょっとこれはね後でちょっと説明するんですけども、で次にですねこの JAL マイレージバンクワオンカードなんですけども、まあ、こちらは、ワオンの支払いで JAL マイルが貯まることができる、ワオンカードなんですよね。で皆さんね JAL マイレージバンクカードね持たれてると思うんですけども、まあ、こちらね持ってる方、まあ、持ってない方ね、いらっしゃると思いますけども、もしねこのワオン機能がついてないカードであれば JAL の公式サイトで、無料でね切り替えることができますんで、JAL マイレージバンクカードを、JAL マイレージバンクワオンカードに、ね、切り替えて利用するっていう形になります。で実際の、このミニストップでの、支払い方法なんですけども、 JAL カードから JAL マイレージバンクにチャージを行って、ミニストップで JAL マイレージバンクワオンで支払う、まあ、ワオン支払いっていう感じになります。でこのミニストップで支払うっていうのも、対象の日付がありまして、このミニストップではですね5月9、5、15、25っていう日は
お客様ワクワクデーというふうになってまして、基本ポイントがね2倍になるんですよね。ですので、還元率はねこういうふうになりまして、JAL カードから JAL マイレージバンクワオンにチャージして100円ごとに1マイル。ミニストップで、ワクワクデーでチャージした、JAL マイレージバンクワオン支払いで、200円に対して2マイルが、貯まるっていう感じになります。一応ねもう一回言いますね。 JAL カードから、JAL マイレージバンクワオンにチャージして、そのチャージしたワオンで、ミニストップのワクワクデーの日に、ワオンで支払うっていうことで 2% の還元がね受けれるようになっております。まあ、ちょっとね言葉で言うとねちょっとよくわかんないと思うんですけども、まあ図で見るとね、まあ、ちょっとわかりやすいかなと思います。でこの先ほど言ったね JAL カードにショッピングマイルプレミアムに行けないといけませんっていう話をしたんですけども、これ入ってないとですね200円で1マイルっていう風になってしまいますんで、ちょっとこれやっちゃうとね還元率落ちてしまいます。ですけども、このショッピングマイルプレミアムっていうのはね年間3000円のね年会費がかかりますんで、まあこれを受けるか受けないかはね、まあその人ねお好みで利用するっていう感じですね。でここでまた注意点なんですけども、この JAL マイレージバンクワオンっていうのは、まあ、種類がありまして、まあ、その中でもイオン JAL マイレージバンクカードっていうのはですね、このワオンカードに対してチャージしてね JAL マイルを貯めることはできないんですよね。ですので、利用できる、JAL マイレージバンクワオンはですね全部で4種類あるんですけども、JAL マイレージバンクワオンカード、JAL マイレージバンク、GG ワオンカード、ビッグカメラ、JMB ワオンカード、モバイル JAL マイレージバンクワオンということで、まあ、こちらお財布携帯搭載の、Android のスマートフォンというふうになると思うんですけども、こちらはね4つでしか、まあ、この方法はね利用できないんですよね。次にですね、こちら、クレジットカードを事前登録して、紐付けることが必要というふうになります。でね、この事前登録をしないとですねクレジットカードから、JAL マイレージバンクワオンにねチャージすることができないんですよね。でこの事前登録自体はね、ワオンの、公式サイトで行いますんで、概要欄にね URL、添付しておきますので、まあ、そちらからね登録するようにしてください。でこのクレジットカードのね、登録ができれば、まあ、手動でチャージすることもできれば、オートチャージという機能もねありますんで、まあ足りなくなったらですねそのまま指定金額ねチャージするっていう機能もありますんで、そちらも利用できます。で次にですね、この事前登録できる、クレジットカードも決まっております。全部でですね4種類ですね、JAL カード、ビザ、マスター、JCB、 これだったらどれでも OK です。もう一つは東急クラブ級 JAL カードですね。ですんで全部でこの4枚でしたら、このクレジットカードね事前登録することができます。まとめるとですね、対象の JAL マイレージバンクワンの中の1つプラス、この4種類の JAL カードの4種類から1枚必要っていう風になりますんで、両方揃わないとですね今回のこのやり方はちょっとできませんので、その点ね注意していただけたらなと思います。ちなみにこのクレジットカードチャージ自体はですね、まあ、全国のワオンステーションとイオンのね銀行 ATM、 ミニストップのイオン銀行 ATM でもねできます。でモバイル JAL マイレージバンクワオンの場合は、まあ、ネットでもねすることができます。いかがだったでしょうか。ちょっとねバババッと説明したんで、まあ、かなりね分かりづらい部分であると思うんですけども、ここまでねやればこの自動車税、軽自動車税に対してもですね 2% の還元率で JAL マイルを貯めることができますんで、個人的にはですねおすすめなんですけども、まあ、ここまでやるかっていうね、思う方もいらっしゃるかと思うんですけども、ガチガチでねマイル貯めている方はねちょっと参考にしていただけたらなと思います。今回のねこの軽自動車税、自動車税の一部がね、この JAL マイル 2% っていう風に感じで、貯められるわけなんですけども、今回この紹介した方法なんですけども、こちら今出している画像はですね、この電子マネーワオンカードに対してポイント付与と、決算可否っていうのはね真ん中の列で書いてあると思うんですけども、このポイント付与でね×にされているタバコ、金券切手、印紙、はがき、就航代行、ゆうパック等々ですね、
こちら全部×っていう風になっていると思うんですけども、今回紹介したねこの方法は就効代行のところを見ていただきたいと思うんですけども、ポイント付与×って書いてありますよね。これは和音ポイントが付与されないだけなんですよね。ですので今回紹介したこれ JAL マイルに関しては関係ないんですよね。ですんで、まあ、公式サイトを見るとねこれ×って書いてありますんで、まあ、ポイント付与されないんだろうなって思う方多いかと思うんですけども、こちらね和音で支払えるものであれば、まあ、どれでもね還元対象っていう風になっておりますんで、まあ、この点はですね、もし JAL マイラーの方でミニストップがね近くにあるようであれば、ガンガンね貯めてっていただきたいなと思います。中にはね驚くような金券切手印紙はがきとかね年賀状とかもこちら決済できますので、まあ、最近ね郵便局でもね結構キャッシュレス決済どんどん始まってきましたけども、まあ、こういうのもね利用することができますんで、もしね JAL マイルを貯めている方で近くにねミニストップがある方はですね利用してみていただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。